はい、どうもこんにちは、G です。ということで、今日は早速、王さんをですね、初めて使ってみようと思います。一応、育成は全て終わらせてはあるんですが、さすがに称号まではやっぱりたどり着けなくて、パワー90とか、本当はやりたかったんですが、まあ、やるとしたら年末福袋で、まあ A ランクが当たればまた動画作ってやりたいなと思っております。で、もしかしたらいつも使っているビシエドと入れ替える可能性もあるのかなと思っていて、まあ、守備で考えると、まあ、大体同じくらいで。で、ビシエドはパワヒだけど超広角打法持ちで、王さんはアーティストで広角はなしとかで、僕自身大事なのがやっぱり右バッターかどうかというところで、もうどっちもどっちなんですよね、正直。なんでもう基準としては王さんを使って僕がうまく打てるか打てないかに、絞ってしばらく王さんを使ってみようかなとは思っております。そして使用感なんですが、マジでものすごいですね。なんかもう見えない裏のステータスがあるんじゃないかと思うくらいバンバン飛ばせますね。はい、多分これは単純に、アーティストっていうのとパワーがすごいので打ちやすく感じるのかなと思います。で、王シフトっていうのがあって、守備全体がかなり寄ってるんで、まあ、引っ張ってゴロになるとめっちゃ引っかかります。なんでここは結構気をつけたいところかなと思います。まあ正直僕にとってはですね、かなり打ちにくいんですが、まあ、それを超えてくるような凄さをマジで感じましたね。はい、本当に誇張でも何でもなくマジでボールが飛んでいくんで、まあ、ランク戦だとどうなるかわからないですけど、今日はまあちゃんと打てたらいいなと思います。はい、ということで特殊が全て完了しました。これでファーストの守備が70になって、スピリッツも3510となりました。さあ行きますか。今日もですね、まあ、いつも通りあんまり大きな声が出せないんですが、まあ、やっていこうと思います。本当ね、リアタイやってってもかなり撮影中ってなんていうんですかね、自然と僕大きな声が出ちゃうんで、まあちょっと気をつけていこうと思います。さあスプリット、おおボール球、危ない、ナイス。さあ行きますか。まあ今日は多分あんまり話せないんで、まあ応援歌聞いていただければなと。いつもねかなりカットしちゃうんで、まあその分集中してできたら嬉しいなとは思うんですけど、ボール球だ、危ねえ。さあ王さん行きますよ。徳の、うわー出ないか。まあでも結構スピリッツでは負けてないんでいいですね。いきなり多分打てるんじゃないかな、王さんだったら。まあでも打ちにくいことには変わんないんですけどね。マジで打ちにくいです。打ちにくいですけど、それを超えるものがあるのは、ありがとうございます。本当にこんな感じなんですよ。本当ね、なんだろう、振り遅れないで普通に当たればもうスタンドまでボールが飛んでくって感じだと思うので、本当ギータとかバースとかっていう感じの同じレベルですね。おおスプリット、危ね、当たんなくてよかった。ここワンチャン入れてくるんじゃない、よいしょ、いいね。いやこれ5点入れたら勝ちでしょ。王さんすごいっす、マジですごい。いつもだったらわちゃわちゃほんと叫んでますね。わあ、超えないかなあ、超えないですね。いやこんな静かな動画どうすか、気に食わないんですけど、めっちゃ自分で本当にまあゲッツーで終わりだ、気をつけよう、よいしょ、ナイス。まあ今のスプリットとツーシームの見極めっていうのはもう完全に速度感ですね、僕の場合は。なんかちょっと一瞬遅いなって感じたらもうスプリットっていう感じのギャレット、マジか。まあでも山本投手からのギャレットってあんまり僕は系統としては良くないかなと思うんで、まあでもナックルカーブ持ってるからまたちょっと違うんですけど、まあ系統としてはやっぱりツーシームスプリットって感じになっちゃうんで、できれば宮西投手とかっていう方が僕はいいのかなと思います。系統するのはやっぱり全然違う系統の違う系統の意味なんですけど、違う系統の投手をやっぱり系統するべきですね。すいません、系統が危ねえ。おお珍しい、4点目までありました。だからここで宮西投手とかを出すべき、外駒投手完璧だと思います。これすげえ嫌な系統だな。変化量マイナス1のスタミナもない、1本で終わりどころかツーベース打ったら終わりだ。うわあ、いんのか、うん、やりにくいこれ、よいしょ、うわあ入るかな、 OK、 ありがとうございました。いえめっちゃ楽しかったです、ありがとうございます。そう、大野投手で旧姓はやばいっすよ。まあいいや、あんまり気負わずにいきます。振らされたまさかのチェンジアップ、めっちゃ振っちゃいました。これ負けたくないですね、打ちます。よっしゃー、ナイスバッティング、ツーベースが良かったっていうかホームランが良かったです。応援歌入れ忘れですね、すいません振っちゃったけど、ツーはない、まあ、大野投手は打てないときはこんな感じですね。本当に軽くツーアウトとかいっちゃうんで、苦手中の苦手をちょっと今発揮しちゃってるかもしれない。やばいね、これもうめっちゃバレてますね、大野投手打てないっていうのが。でも結構動画でツーアウトから一気に強制とかありますよね。2アウト、0点から8点とか多分結構あると思うんで、とりあえず先制かな。王さんが帰ってきました。いや、山田さんのチェンジアップ打つのもったいなかったです。絶対に初球からあんなボール振り抜くべきじゃなかったですね。めっちゃ後悔しかない。よし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 。でもなんかこうやってチェンジアップを結構投げてくる方っていうのは初めてかもしれないですね。大野投手だとあんまり見ないんですけど、流したけどどうだ。入ってきましたいや、最近本当ああいうバッティングしないんですけど、まあ、今の振り遅れですね。今のは丸さんでよかったです。あれが、まあ、広角持ちじゃない選手だとしたらカーソルも全然合ってなかったんで、もしかしたらボール飛んでってないかもしれないですね。よし、いや詰まったか。こういう撮影で怖いのは守備がガチガチじゃないんで、そこですね。猛者が当たるとちょっと嫌だなっていう感じにはなっちゃいます。ここはまあコールドがないんで、抑えた。ナイス。これ4点入れたら強制か、可能性としては十分にありそうですね。よし、そろそろ大野投手っていうかあれだ、甲子園2戦連続じゃないですか。これすげえ最悪ですね。ミス。いや、飛んでくれた。アップね、全然見せてなかったっぽいよかったよかった。これなんですよ。大野投手はちょっとね、迷って振っちゃうんですよね、僕。だから今のもミスってるんじゃないかなってめっちゃ感じちゃいました。ファウルか。さあ、これ。高速スライダーがないんですよね、1球も。危ねえ、ゲッツーかと思った。さっきのツーベースか。さあ、いいぞ。ここからもうツーアウトは嫌なんで、ワンアウトのまま、どこまでいけるか、ミスった。めちゃめちゃ落ちますね。よし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 、完璧に握りました。さあ王さんお願いします。いや、でもなんか存在感って言えばもう本当王さんですね。すごいです、この存在感が。本当に打たれる気がしかしないし、打てる気がしかしないです。もったいない。変な反応しちゃった。2-2です。平行カウント。よっしゃ、マジか。いや、でもいいバッティングですよ、これ。ビシエドと交代しちゃいます。打ちにくいけど打てますね。さあいいぞ、2戦連続でコールドと強制いきましょう。ボール球フェア、すいませんいや、これな、普通に喋れたらめちゃめちゃいい動画なんですけどね、本当に。諦めてんじゃないよ完璧です。いや、でもわざとかな、どうなんだろう。9点入りました。ありがとうございました。はい、ということで、対戦ありがとうございました。いやーね、これ叫びたいですね。本当に、王さんが、ヒットとツーベースかな。はい、ちゃんと打てましたね。まあ、今後の動画はですね、もしかしたらビシエドに変えてファーストをずっと王さんになるかなとは思っています。今のところは。はい、まあ、そんな感じですね。ということで、今日もですね、最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。王さん最高でした。